はい、ねえ、自主怪獣映画監督の田中守ですよ。映画制作一人でできるもん。ね、一人で映画撮ってます。ね、ゆっくり撮ってます。ね、まったり撮ってます。ね、やっぱりこうデジタル化が進んだおかげでいくらでも撮り直しができる、ね、特撮怪獣映画を撮ってるんですけど、なんと言いますか、一回、撮影して、で合成をして、でこうね、編集をしてみて、なんかこのバッグの爆発がね、フリー素材を、フリーが動画素材を使った爆発を後ろにはめ込んだけど、やっぱりなんかこう手作り感がないね、手作り感がもっと出さなきゃいけないと思ってですね、撮り直しというのを今検討しているんですよね。こうボカーンって爆発して怪獣がドドーンと現れるシーンを今撮ったんですけど、なんかですね、このボカーンがですね、やっぱりですね、手作り感がないということで、ボカーンの部分だけ撮り直しをしようと思ってますね。もっと手作り感を満載して、というわけでね、いろいろ一回撮影をしたけどやり直しをして、もう一回撮影をして納得いくまでね、作るということを、やってますね。というわけでね、今回はね、大コケ映画ね、今回どんなことを話そうかなと思ってですね、でパソコンで検索しようと思って、お、大コケ映画っていうね、めっちゃコケた映画ってどんなのがあるんだろうと思って、パソコンでヤフーの検索で大コケってね、大コケっていう4文字を入力したら、そこに検索の候補がビーッと出てですね、いきなり一番最初に大コケ映画というのがね上がりましたね。大コケといえば映画みたいなね。で、まあね、記事をちょっと読んでみたんですけど、まあ大体ですね、大コケ映画というのはですね、なんというか、なんですかね、まあ制作費をが回収できなかったね、制作費何億何十億という制作費をかけたけど、回収できたお金は何億、大赤字、大コケ、大赤字だから大コケだみたいなね、書かれ方をねしてましたね。まあどうなんすかね、まあ予算をいっぱいかけたけど、入らなかったから、予算以上のお客が入らなかったからコケた。でもですね、なんか最近のね、大コケなんかね、こうマーベルズとかなんかめっちゃコケたという話が、ね、ネットでいろいろね、数字の話とか聞いてますと、なんか金かけすぎやろみたいなねことを思うんですよ、ね、金、そんなに金かけたらね、もう何十万人の人が見ないと回収なんか無理だろうってね、すげえものすごい超大ヒットをしないと制作費の回収なんか無理だろうっていうぐらいですね、もうね、無茶なことになってるんですよ、ね、特にディズニー映画なんかそうみたい で去年はディズニー映画、なんか100周年っていうことでいろいろな作品が上映されたのにこけまくってピーピー言ってるみたいなことになってるんですよね。でね、やっぱりですね、なんすかね、別にね、まあ、商業映画はね、まあ、いろいろ事情があるんでしょうね、いっぱいお金を集めるね、制作費ね、いっぱいお金を集めて、でそこにいっぱいお金が詰まったところにいっぱい人が群がるね、人が群がってお金をピシュッピシュッ
中抜き中抜きみたいな中抜きしちゃうぞ中抜きチューチューみたいなねことやってるんですかね。でまあね、まあそれはあれですか、あの映画というよりも今のなんか日本のテレビ業界みたいなもんですかね。テレビ業界はいっぱい制作費があるけど中抜き中抜き中抜きチューチュー、なんかこれこのちょっとになってしまった制作費を次は2次、子会社にね、孫受けに子会社に送る、子会社に送ったらまた中抜き中抜き中抜きチューチュー、はい孫受けに こんなしょぼくなっちゃったよねということなんですけど、まあ映画の業界の金の流れは一体どうなってるんですかね、よくわかんないです。というかですね、金をかけると金をいっぱいかけるとね、人が群がってきてね、なんかね、あとはのとやなれ山となれみたいな感じですかねね、まあ屍の山ですよね。でね、ね、素人がね、そういうね映画を撮ろうとしてね、お金をどうしているのかみたいなね、あの話になってくるのかみたいなことなんですけど、なんすかね、最近はクラウドファンディングとかありますよね。映画を撮るからクラウドファンディング、なんかYouTube 見ていてですね、なんかクラウドファンディングを募集している自主制作の人のなんか動画見たことありますよね。でクラウドファンディングをして、でこれこれこういう映画を撮りたいのでクラウドファンディングにご協力お願いしますってやってる動画を見たことありますね。まあその後どういう映画に作られたのかよくわかんないんですけど、ただですね、まあそうですね、まあ、クラウドファンディングも一つの手だと思います。ね、自分で個人で、ね、作品を作るためにお金を集めるというのはすごく大変だと思います、ね、なんかね、学生時代にアルバイトをして貯めたお金で学生時代の最後にこう映画を撮るんじゃーみたいな、ね、こととかですね、まあね、まあ金はですねいくらでもかかるんですよね。実製作映画、特に怪獣映画なんか取り出した日にはですね、怪獣の着ぐるみを作ってですね、町のセットを作ってですね、でドカーンとね やろうとしたら、それはもうね何十万円もかかると思うんですよね。でもね、私はなんというかあんま金かけずにね、怪獣映画撮ってますけど、もう明らかにですね、私の怪獣映画ってもうなんかしょぼさがしょぼさ満点みたいなね、ね、なんか手作り感満載みたいな感じになってしまってるんですよ。っていうのもですね、この間、まあ、去年ですね、全国自主怪獣映画選手権に出品させていただいた時に、やっぱりですね、他の出品者に比べると私の映像のしょぼさがですね際立っていますしね。あと YouTube 上で今全国自主怪獣映画選手権最近上映されたものがこう一般的に公開ね、 YouTube にて公開されてますけど、やっぱりそういうのを見てですね、改めて自分の作品を見るとしょぼいなと思いますね。まあどうですかね、金かけた方がいいんですかね。まあね、金があったところでですね、怪獣を作る、着ぐるみを作る技術力がないと、で、そういう問題になってます。そんなこと言いながら、なんかお前も怪獣映画撮ってるけど大丈夫なのかっていう話になりましたけど、一応ね、今回も怪獣の造形もですね、ちゃんと作ってですね、撮影してます。ちゃんと作ってるのかどうかというのは疑問ですけどね。ねえ、金の話ね。前プロレスをね、していた時に、
あのなんかね、2チャンネルの掲示板かなんかをすごい見るのが好きだったんですよ、あのプロレス関係の。でね、今5チャンネルになってるんですけど、あの今の5チャンネルの掲示板のプロレスのコーナーってなんかもう悲惨なことになってるんですよ。なんかですね、前はあのいろんな団体ね、いろんな団体のスレッドがこう立ってたんですけど、もうあのそれこそね、マイナーな団体のスレッドもいっぱい立ってたのに、今もうメジャー団体のスレッドがもうしかなくてですね、マイナーな団体のスレッドが全然なくて、マイナーな団体どころかですね、中堅の、なんですかね、こう割と前昔はメジャー、準メジャー扱いされていたところの単独スレッドもないぐらいですね、あの過疎化が進んでいてですね、悲惨なことになってるんですけど、あの昔はあれ、あの割と活発にね、インディー団体、ドインディー団体のね、ことがいっぱい書かれてたんですよ。その中でですね、あのプロレス興行をやるのにどうやって金を集めるかというなんかスレッドがあってですね、でなんかですね、プロレスをしたい人を10人ぐらい集めるね、まあ10人集める、プロレスやりたい人はーいっていう人を10人集める、ね、プロレスしたいなーっていう人を10人集めて、その人たちに、プロレスのチケットを渡します。1枚5000円のチケットを10人集まった人に10枚ずつ渡します。でこれはこれを売ってきてくださいとね、あ、まあ別に売らなくてもいいと、とにかくこの5000円のチケットを10枚買い取ってくださいとね、5000円のチケット10枚ですから5万円です、これを5万円で買い取ってくださいと、でこれをね、あなたが売ろうが売ろうが、まあ売ろうがですね、まあ、そのままほっとくかですね、そんなことはまあ、あなたの自由です。ただ1枚売れるごとに500円のキャッシュバックを信じ出します、ね、そうするとですね、あなたは今手元に、5万円分のチケットがあります。10枚で5万円で全部売り切ったら500円のキャッシュバックかける10なので5000円あなたの懐に入ります。残りの4万5000円を、上納してくださいみたいなね。あ、じゃあ5000円あキャッシュバックするから、もうすでに5万円で買ってるから、もし1枚売るごとに500円ずつあなたにお返ししますみたいなね、ことをやるんですよ。そうすると、まあ10人に10枚渡すから、まあ、全部売れたとしたらお客さんがなんと100人も来る。で、チケットを、1人5万円で5万円ずつ買ったから、とりあえず手元に50万円のお金が、言い出しっぺの人に入ってくる、ね、胴元に入ってくる。でキャッシュバックがもしですね、もし万が一、全部売れたとしても、ね、あれ何を言ってるんだ俺はで、なんすか、5万1人5万円で売って10人に売ったから50万円、ね、手元にある、ね、でキャッシュバックをみんなにしたらして残った手元でも、手元にも45万円残っているね、45万円手元にある45万円でリングを借りたり会場費を払ったりして、その残ったお金が自分の懐に入ってくる、ね、で先週のギャラはと言ったら、先週のギャラはそのキャッシュバックの1枚売ったら500円、2枚売ったら1000円、10枚売ったら5000円、最高5000円であなたのそれは5000円がギャラですみたいなね、今ギャラの相場がどうなってるかというのはですね、あんまり詳しくお話できないんですけど、5000円あなたのギャラは5000円です。もしチケット売るのをサボったら、ね、どんどんマイナスになりますみたいなね、
ね。そういうあれですかね。ね、なんか話しててよく分かんなくなりましたね。要するに、ね、チケットを参加したいという人に、チケットを10枚渡してチケットノルマを作って、でもし、さばききれなかったら、あなたは買い取ってくださいと。で全部さばいたら、なんとあなたには、チケット、買い取るどころか5000円の10枚売ったら5000円の収益がある、悪くない話でしょみたいな。なんすかね、ね、なんかそんなことが書いてました。こうやって、プロレスの興行ができるとね、いうことが書いてましたけど、まあ、実際ですね、私がね、参戦したですね、プロレス団体はそういうことはなかったので、本当にそういうことが行われているのかどうかというのは分かりません。でもプロレスしたいという人を10人集めて、それでプロレスの興行って成り立つのかってね、ちょっと疑問に思いましたけど、そもそもそんなんで客が来るのかみたいなね、思いました。そんなね、プロレスしたい人って言って、わーやりたいっていう人が集まってきてですね、ね、10人集めて、その中にスター選手はいるのかって言ったら、なんかスター選手いないんじゃないのかとね、ふとね疑問に思いました。そんなことがですね、もう今からもう10年以上前のですね、2チャンネルで見かけて、なんじゃこりゃと思いましたよね。でね、この集金システムをね、映画に導入できないかと。映画に出たい人10人集めるぞ、わー映画に出たい、じゃあ映画に出るために、参加料を払ってください、1人5000円です。で、監督の手元に、1人5000円で10人だから5万円手に入る。制作費5万円が自動的に手に入ったぞ、ね、でもね、どうなんですかね、ね、お金を払って映画に出て、ね、なんかね、果たしてそんなんで人を集めて監督の言うことをみんな聞くんだろうかと。俺は5000円払ってるから俺の演技をやらせろみたいな、ね、ことで揉めてですね、空中分解しそうな気がします。なんだそりゃ。